にこの日がやってまいりました。記念すべき第1回ジュニアユースワールドチャレンジ決勝戦。決勝のカードは優勝候補筆頭としてここまで勝ち上がってきたヨーロッパナンバーワンチームドイツと、イタリア、オランダ、セネガル、アルゼンチン、そしてフランスと、あまたの強豪を撃破し驚異の快進撃を続けてきた日本の対戦です。果たしてこのジュニアユースの世界大会、その優勝の栄冠に輝くのは。決勝戦、翼、お前はとうとう世界一を争うこの場まで来たんだな、翼。ロベルト、バルバス監督、こんにちは。来ると思っていたよ。君の教え子の晴れの舞台なのだから。バルバス監督は。ああ、今日の試合が終わったら正式に話をさせてもらおうと思っている。翼がアルゼンチンに来たらまた勝負ができる。そうしたら今度は借りを返してやるぜ。バルバス監督、今日の試合どちらが勝つと思います？まあ残念だがドイツだろう。いくら日本に翼大空がいるとはいえ、ドイツの選手層は厚い。もしうちにスカウトできるとしたら何人と交渉することになるかな。だったら、もし日本が勝ったならそのスカウトの話。え？俺が先にブラジルに、俺のチームにスカウトします。ロベルト、ついに3年前の全日本少年サッカー大会で彼らを見たとき、私は日本サッカーを変えるのはこの世代だと直感し、特に大空翼、彼がブラジルに渡らずに日本に残ったのは翼という格好の目標ができ、打倒翼を目指して同じ世代の選手たちが燃え、そして3年後日向小次郎は翼に追いついた。他の選手たちも翼を中心に成長し続けた。翼もまたライバルに追われながら、日本にはもう戦う相手がいないほどに成長した。そのみんなに加え、ドイツとフランスに渡り修行を重ねた美咲と若林、彼らが合流した真の全日本ジュニアユース、彼らはついに。しかし、ここで満足しちゃいけない。このドイツジュニアユースを倒してこそ本当の道は開けるんだ。我々の夢、日本のワールドカップ優勝というその第一歩が。よし、みんなミーティングを始める。今日のことは昨日話した通りだが、では頼む。ドイツで注意すべき選手は何と言ってもシュナイダーだ。特にブラジル戦の最後に見せたあのファイヤーショットは、正直俺でも止められるかわからん。ディフェンダーはシュナイダーを徹底マークして送られてくるパスをできるだけ阻止するんだ。いざという時はこの俺が顔面で止めてやるよ。そうだぜ石崎、あんなシュート食らったらただでさえひどい顔がさらに見られねえ顔になっちまうぞ。うるせえ、男は顔じゃねえんだよ、心だ心。じゃあ石崎は男たい。そしてゴールキーパーのデューター・ミューラー、彼は体が大きくシュートを止めるパワーも強い。しかも巨体に似合わず反応速度も抜群だ。生半可なシュートは通用しないだろう。僕たちの基本的な戦い方はシュナイダーのシュートを極力減らして、ミューラーに何本ものシュートを打つ。そのためにはどうしても中盤を制する必要がある。だがその中盤にはハイネがいる。あいつのドリブルとパスは翼にも匹敵する。彼に自由にプレーされたらシュナイダーにボールが渡る機会が増えてしまう。そうだ、しかしハイネを抑えてもまだシェスターとカルツがいる。今大会2人はボランチで出ているが、本来は攻撃的な選手でテクニックにも優れている。ものすごく分厚い中盤です。いかに翼といえど苦しい戦いになるだろうが、なんとか中盤を制してくれ、頼むぞ。うん、
必ずやってみせるよ。翼くん、僕たちもついてる。みんなで戦おう。うん。ドイツは強い。だがひるむことはない。プレマッチの時の君たちとはもう違うんだ。今まで培ってきたものを精一杯発揮すれば必ず結果はついてくる。自信を持って戦うんだ。いいな。はい。よし、行くぞみんな。ドイツに勝って世界一を勝ち取ろう。この試合、ワールドカップ決勝のつもりで戦うぞ。今日の相手、日本はプレマッチでも戦ったが、しかし、だからといって恐れることは何もない。自信を持って戦うんだ。はい。父さん、いよいよだよ。この試合に勝って、俺は世界一の選手になる。そして、父さんのサッカーの正しさを世界に証明してみせる。シュナイダーさん、気合入ってますね。目の光がいつもとちょっと。はいね。俺も今日は人生最高にマジでいきますよ。俺とシュナイダーさんで。ああ、頼むぞ。はい。おいおい、2人だけで盛り上がるなや。ガルツさん。そうそう、シュナイダーだけにじゃなくて俺にもいいパスを頼むぜ。前後のバランスは俺が取る。3人は心置きなく攻めに集中してくれ。ゴールは心配いらん。お前たちは点を取ることだけ考えればいい。ま、何かあったらわしもいるしよ。皆さん、よし、みんな行くぞ。チーム全員で。うん。さあ、始まります。第1回ジュニアユースワールドチャレンジ決勝。日超満員の場内はすでに試合前から興奮のるつぼと化しております。さらに未来のワールドカップ優勝国を占おうかというこの試合の模様は世界中に中継配信されており、まさに世界のサッカーファンが注目しています。今日勝って世界の頂点に立つのはドイツの若き皇帝カール・ハインツ・シュナイダー君率いるドイツか。世紀の一戦は間もなくキックオフです。さあ、どっちが勝つのかな。予想ではドイツが断然有利だけどな。だが戦ってきた俺たちは知っている。日本には底知れない強さがあるんだ。おそらくどちらのチームも試合の最後の1秒まで。ロベルトさん、来てくださると思っていました。あなたは翼の件、翼をブラジルに連れて行ってくださいということを。ええ、でももう一人翼をスカウトしたいという人がいるんです。アルゼンチンジュニアユースのバルバス監督で。はじめまして。じゃあ翼をアルゼンチンへ。ええ、この大会が終わり次第話をしたいと思っている。でも私たちは賭けをしたんです。賭け？そうです。日本が勝てばロベルトが、負ければ私がスカウトする。じゃあ日本が優勝すればロベルト。はい。ありがとうございます。残念ですがバルバス監督、日本は勝ちます。え？日本は勝ちます。決勝戦、いつ迎えても気持ちいいものだ。だって明日に力を残すことなく全てをかけて戦えるんだ。でも今日の決勝は今までの中でも一番大きい決勝戦だ。よろしく。いいゲームをしよう。うん、ベストを尽くすよ。ま、頑張ってよ。どれほど成長したか俺が見てやるからさ。さあ、いよいよ始まります。この一戦、好ゲーム必至の対決に大観衆の期待は高まるばかり。全日本対ドイツ、ここ
スタークラウンスタジアムは興奮のるつぼと化しています。さあ大歓声の中、両チーム選手の入場です。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情、凛々しい表情の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まずはホームサイド、全日本4人で中盤を構成する形になっています。我らがキャプテン翼くんを筆頭におなじみのメンバーが揃っています。熱きチームスピリットと勝利への執念はどのチームにも負けません。そしてアウェーサイド、ドイツ4人で中盤を構成する形になっています。若き皇帝シュナイダー君を筆頭にきら星のごとく才能がずらり、まさにどこにも隙のないパーフェクトなヨーロッパ最強軍団です。さあ今始まろうとしています。タケシ、この前のブラジル戦で見た通り、あのドイツのゴールキーパーはただものじゃない。はい、カルロスのあのシュートを完璧に止めたのは今日の試合、あのゴールキーパーから得点するには翼くんや小次郎の力が絶対に必要だから、二人のシュート機会をできるだけ増やすことが重要だと思う。確かに僕もそう思います。タケシ、その二人のチャンスを。僕らって？翼くんの力を一番引き出すことができるのは僕だって自信はあるけど、小次郎の力を一番引き出せるのはタケシだ。小次郎の活躍に僕がずっと小次郎を見てきた。タケシ、自分のプレーで小次郎を世界一のストライカー、僕のプレーでヒュー、はい、今日は僕らの力で僕らのパートナーを世界一にしよう。はい、一緒に頑張りましょう。1チームだ、日本。翼だけじゃない、俺が3年前に日本で見ていた選手たちも大きく成長している。君たちも翼と共にあれからずっとサッカーを続けていたんだな。いい前半だった。ええ、決勝戦。そういえば3年前の全日本少年サッカー大会では、できれば今もそばで何かアドバイスでも送ることができれば。ロベルトさん。はい。翼に伝言があるなら伝えます。俺のノートの52ページ目の項目、それを忘れるなと。52ページ目。みんな、いい前半だったぞ。君たちの成長が十分に感じられる戦いだった。ここまで来たらもう何も言うことはない。自分たちの持っているもの全てを出し尽くし。はい。いよいよあとこう。それでまたお別れだね、翼くん。美咲くん、3年前にも同じことを言ったけど、勝って優勝してお別れしよう。うん。この一番大事な試合でまだ1点も決められてないなんて。日向君、まだ後半があるんだ。日本のエースストライカーとして勝ち越しゴール頼むよ。翼。ああ、俺は世界を目指すストライカーだ。決戦の舞台でノーゴールで終わるわけにはいかないからな。そうですよ、信じてます。いいチームだ。全日本ジュニアユース、試合に出る者もベンチで待機する者も共に勝利を目指して戦うことに一丸となっている。こんないいチームが優勝できないはずがない。みんな何をやっている。力の差を考えればこちらがリードしてなくてはおかしいんだぞ。中盤もディフェンスもまだ相手へのチェックが甘いぞ。速やかに徹底的に潰…はい。すみません、そう向きにならないで。シュナイダー、今戦っている日本は強いんです。我々と同じレベルの実力と精神力を持った強い相手なんで。しかしドイツは負けるわけにはい…俺たちには
ドイツサッカーの伝統、今まで築き上げてきた栄光の数々、そのドイツサッカーの歴史を日本にそうやすやすと変えさせるわけには。そうだ、シュナイダー、行くぞ。ヨーロッパの名誉にかけ、必ず優勝をドイツ。ミューラー、前半は助かった、後半も頼むぞ。心配いらん、相手が誰であろうと、その実力がついたからこそ先生は俺に山を降りる許可をくれたのだが。先生か。俺も父さんのためにこの試合必ず。そういえばハイネの姿が見えないな。そういやそうだな、どこ行ったんだ。まさかあいつ。くそ、あと少し、俺のため、シュナイダーさんのため、そしてドイツの世界。やっぱりな、そういうことだと思ったぜ。カルツさん、こないだのブラジル戦で古傷を痛めたんだろう、無理しやがって。カルツさん、みんなに。何？俺はまだいけます。あのドイツの大会の決勝の時みたいに、俺の怪我でチームを負けさせるわけには。いい根性してるじゃない。いよいよわしも勝。よし、時間だ。さあ行くぞ、勝って絶対に。おお、今の翼は全国中学生サッカー大会の決勝。あの時の翼は勝つことだけに執念を燃やして無茶なプレーを繰り返していた。今日もこの後そんな風にならなきゃいいけど。ロベルトがまだアメリカにいるのかどうか、この試合を見てくれているのかどうか。俺は必ず勝つよロベルト。勝って優勝して、ロベルトの待つブラジルへ。翼。片桐さん、ノートの52ページだ。え、ノートの。ではまた後でな。ノートの52ページ。まさか、ロベルトが。ノートっていうのは、俺が小学生の時にサッカーを教えてくれた元ブラジル代表の選手、俺のために書いてくれたサッカーに関するノートのことさ。ロベルトのノートの50。あ、そうか、そういうことか。分かったよロベルト。ノートの52ページ、サッカーの楽しさについてなんだ。ちょっと長いけど、それじゃあ。翼、なぜサッカーはこんなにも楽しいんだろう。世界中で最も愛され親しまれているスポーツ。俺が思うに、それは最も単純で最も自由なスポーツだからじゃないだろう。グラウンドに立てば監督からのサインなど何もない。自分で考え、何にも縛られることなく、他の10人の仲間たちとただ一つのボールを目指し叩く。サッカーは自由だ。グラウンド中央、ボールを持ったらどうする。何をしてもいいんだ。ドリブルしても、パスしても、シュートしても、何もしないで止まってだっていい。パスだって前にも横にも後ろにもどこだって OK。 それはドリブルだって一緒だ翼。サッカーは自由だ。俺はそんなサッカーが大好きだ。だから翼にも、サッカーをやり続けるならば誰よりもサッカーのその楽しさを愛してほしい。これがノートの52ページ目の内容さ。君もきっとサッカーが大好きだと思う。だからこのことをぜひ覚えておいてほしい。さあ、もう後半が始まる。どうだ、奪い返す。
ノートの52ページ。片桐さんにノートを見てもらったことはあるけど、ページ数まで覚えているはずはない。片桐さんが試合前にアドバイスを預かっていたなら、今になって言うのもおかしい。それに今のアドバイスは後半に臨む今の俺に必要なものだ。つまりロベルトはこの試合を見てくれている。俺の試合を振り抜けた。沢田君、そこだ。詰まってシュート。ここだ。ミューラー君、俺は諦めたりしないぞ。ゴールを奪えないキーパーなんて、行くぞ翼。お前もあのキーパーから得点を奪うのはあれしかないと感じ、今の俺たちの、おう、渡しません。翼くん、あ、このシュートはネオドライブシュートのネオタイガーショット。これがスパイの力だ。いっけー。ユラーよく、な、なに、あーっと、これは、と、先生、これでいいんでしょ。ナイスキャッチ、ミューラー。さすがだ、ミューラー。クソ、俺たちのツインシュートまで止められるなんて。けどまだ試合は終わっていない。俺たちに諦めの文字はないんだ。まだだけ、今さらに全力のシュートだ。ミューラー君、なんとミューラー君、翼くんのドライブシュートをいとも簡単に。ふん、大した威力。さて、優勝だ。全日本ジュニアユース世界制覇達成。勝った。優勝、俺たち。翼くん、世界一だ。世界一になったんだ。今イレブンが翼くんの元に駆け寄ります。やったー、勝ったぞー。優勝だ、俺たちが優勝したんだ。全日本が優勝したんだ。翼、お前ってやつは本当にすげえやつだよな。こっちくしょうめえ。石崎くん、いや、これはみんなのおかげだよ。これはみんなの力で勝ち取った優勝なんだ。世界一、俺たちの夢は叶ったんだ。よかった、サッカーをしてきて本当によかった。おめでとう、日本。今日のところは素直に祝福しよう。優勝か、すごいや。さすがだぜ翼。日本、優勝にふさわしいチームだ。場内からもご覧の声援、拍手喝采です。負けたのか。負けちまったんだな、本当に。こいつはちっと答えるな。ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう。ハイネ、落ち着け。ハイネ、シュナイダーさん、俺悔しいですよ。悔しがる前に俺たちにはやらなきゃならないことがある。え、力の限りを尽くして戦った相手、日本を祝福しに行くことだ。それもスポーツの、サッカーの大事な一部だぞ。はい。はい。泣いています、全日本ジュニアユースの選手たち。思い思いの考えにふけっています。ジュニアユースワールドチャレンジ優勝、彼らは今
世界一の栄冠に輝いたのです。まさに日本サッカー界の快挙。選手たち、これは嬉しいでしょう。おめでとう、全日本ジュニアユース。優勝おめでとう、全日本ジュニアユース。シュナイダー、誰も文句は言わない。君たちがナンバーワンだ。しかし悪いが、ユニフォームの交換は今回は見送らせてくれ。なぜなら、俺たちの戦いは今始まったばかりだからだ。うん。次はワールドカップで会おう。ああ、今度は負けない。若林、この借りはドイツのリーグですぐ返す。ああ、しかし俺も負けないぜ。さあ行こう、みんな。俺たちは正々堂々、持てる力を全て出し尽くして戦ったんだ。誰にも恥じることはない。胸を張って帰ろう。あん、日本より一足早くピッチを去ります、ドイツジュニアユース。その準優勝チームドイツに、今健闘を称える拍手が場内から湧き上がっています。泣くな、みんな。精一杯やったんじゃないか。この屈辱は、これからの君たちのサッカー人生で十分返せるものだ。くよくよすることはないぞ。このドイツジュニアユースというチームは、今日でその役割を終える。が、しかし、今度はユース、またはナショナルチームで、再び君たちが集まれるよう、私は期待している。君たちの未来はこれからだ。この悔しさをバネに、これからもみんな頑張ってくれ。はい。さあこれより第1回ジュニアユースワールドチャレンジ閉会セレモニーが始まります。その栄光の初代王者、日本が今大歓声に迎えられて入場です。振り返れば日本はここまで苦難の連続でした。プレマッチでは世界の壁にぶつかり、チームの雰囲気も決して良くなかったと聞きます。そして始まった大会の予選リーグも、優勝候補に挙げられる強豪揃いのリーグに入り、厳しい戦いを強いられました。その予選に勝ち残って臨んだ決勝トーナメントでは、南米の雄アルゼンチンと欧州の伝統国フランスを激闘の末に下し、そして今日優勝候補筆頭のドイツに勝ち、ついに栄冠を手にしたのです。この厳しい戦いに勝利することができたのは、選手たちのピッチ上での懸命なプレーだけが理由ではありません。試合に出ている選手も出ていない選手も、チームの全員が世界一への熱い思いを抱き、一丸となって戦ったからこその結果なのです。全日本ジュニアユースの優勝、それはまさにチームワークの勝利です。優勝チーム代表
大空翼くんに今優勝カップが手渡されます。やりました、日本、ついにジュニアユースクラス世界一に輝きました。え、スピーチって言われても困ったな。翼くんが思った通りのことを言えばいいんだよ。うん、皆さん、大きな声援ありがとうございました。僕たちはこの大会に優勝しようと頑張ってきました。その夢が叶って今嬉しさでいっぱいです。だけど僕たちの本当の夢はワールドカップに優勝して真の意味で世界一になることです。日本のワールドカップ優勝、それは一生叶わない儚い夢かもしれない。でも夢を追うことは自由です。そして夢に向かって頑張ることは素晴らしいことだと僕は信じています。俺たちはいつまでもその夢に向かって走り続けます。そして注目の大会 MVP は日本の、いや世界のサッカーの申し子、大空翼くんだ。俺が MVP？ 本当に？おめでとう翼くん。やったな。いつかこんな日が来るって思ってたぜ。さすがだよ翼くん。本当に大したやつだぜ。ライバルとしては少し悔しいが、チームメイトとしては祝福するぜ。おめでとう翼。みんな本当にありがとう。そして今大会の得点王は日本、いや世界の猛攻、日向小次郎くんだ。おめでとうございます日向さん。日向さんなら絶対にナンバーワン。ありがとうよ。だがこれはまだ俺の夢の第一歩に過ぎない。背番号9を背負って世界一のエースストライカーになるその日まで俺は走り続けるぜ。翼くんの見事な優勝スピーチの後は全日本ジュニアユースチーム選手たちのビクトリーランです。おめでとうロベルト。悔しいが賭けは君の勝ちだ。ん？ロベルトは？あれ？さっきまでそこにいたんですけど。網膜剥離という目の病気で俺の人生の全てだと言い切れるサッカーを断念せざるを得なくなったあの頃、俺はショックから生きる気力を失い自暴自棄になっていた。そんな時俺は日本で翼、お前に出会った。俺は翼にサッカーの技術を教えた。そして代わりに俺は翼から夢を持ち生きることの素晴らしさを教わった。サッカーができなくてもサッカーを教える喜び、素晴らしさ、それを翼のおかげで知ることができたんだ。それなのに俺は全国大会に優勝したらサッカー王国ブラジルへ連れて行くという翼との約束を破ってしまった。許してくれ翼。俺はあの時まだそこまでしてやれる自信も勇気もなかったんだ。しかし今は ロベルトさん、片桐さん、翼に会ってくださるのですね。はい。ではこれをどうぞ。ロベルトさんの情報を登録した ID カードです。ロベルトさんの所属チームに事情を説明し、チームから正式に申請してもらって発行してもらいました。このカードがあれば
ピッチに降りることができます。その手配を片桐さんが。はい、翼をよろしくお願いします。ありがとう。ビクトリーランを終え、選手たちがベンチ前まで戻ってきました。さあみんな引き上げるぞ。宿舎に帰って祝勝会だ。おはっ。あ、ロベルト。翼、ロベルトだ。なんでここに。翼くん、優勝おめでとう。翼、見事だったぞ。ロベルト、目は大丈夫なの。ああ大丈夫だ。ロベルト、俺中学を卒業したらブラジルへ行くんだ。ああ、ブラジルで日本から送られてきたお前のビデオを見た。そして今日はこの目ではっきりお前のプレイを見た。ゲームを組み立てながら得点を狙うプレイ、そしてチームをまとめるキャプテンシーも、どれをとっても本当に見事だった。よくここまで成長したな、翼。ロベルト、お前の世界一のサッカー選手になる夢、俺にも手伝わせてくれないか。ロベルト、じゃあまたロベルトのサッカーを教えてくれるんだね。もちろんだ。俺ずっと信じてた。サッカーをやってれば、サッカーをやって上手くなれば、必ずロベルトに会えるって。おいおい、ここは家じゃねえんだぞ。おっと、そうだった。でもつい行っちまうんだよな。気持ちはわかるぜ。もう長くここにはお世話になってるからね、家みたいな気分だよ。けど明日にはもう日本に帰るんだよな。そうか、もう明日か。せっかく毎日楽しかったのに、また離れ離れだと思うとやっぱりちょっと寂しくなるね。でもきっとまた会えるよ。サッカーを続けていれば必ず。うん、そうだね。だからこそ今晩は祝勝会を思いっきり楽しみましょう。やっぱりそうだよな。俺も食べて食べて食べまくるぞ。高すぎ、テンション高いな。若者はそれでいいんだ。どんどん食べて立派な体を作らないとな。それじゃ祝勝会会場へ突撃。父さん、ごめん。俺は世界一になれなかった。父さんのサッカーを世界に証明することができなかった。これは父さんから。もしもし、父さん。カール、試合見ていたよ。惜しかったな。うん、ごめん。俺。いいんだカール、お前は精一杯戦ったじゃないか。今日の借りは次の機会に返せばいい。お前は若いんだ、まだチャンスはいっぱいあるさ。うん、それに優勝してしまったやつより2位の方が期待外があるってものだ。え、実は今度カールと同じチームにわしもコーチとして行くことになった。本当に父さんがバイエルンに。ああ、バイエルンの監督フェルスターが誘ってくれたんだ。監督が
カールが頑張っているんだ。わしも負けていられない、そう思ってな。だからバイエルンでは一緒に暮らそう。母さんとマリーと家族でもう一度一緒に。父さん、本当に今まですまなかった。ありがとうカール。シュナイダーさん、よかったですね。どうやらシュナイダーの悩みは解決したみたいだな。カルツさん、いきなり驚かさないでくださいよというかカルツさんも気づいてたんですね、シュナイダーさんのこと。あったぼうよ、わしとやつの付き合いは長いんだぜ。幼なじみでずっと同じチームですもんね。そりゃそっか。ところでわしらは明日ドイツに帰るが、お前さんはどうするんだ？俺はアメリカに残ります。足の怪我が再発しちゃったんで、もう一回治療しないと。あのリハビリまたしなきゃなんないのか、めんどくさいな。仕方ねえだろ、自分で選んだ精一杯のプレイの結果なんだ。まあ覚悟はしてましたからね。地道に頑張りますよ。でも俺が帰らないとドレスデンで待ってるファンの女の子たちが悲しむだろうな。お前さんが帰った頃にはそのファンもシェスターに夢中になってるかもしれねえぜ。カルツさん、微妙にありそうなこと言わないでくださいま、頑張って治療しろや。そしてまた代表で会おうぜ。ええ、また必ず。明日の練習メニューはこれでいいかな。練習メニュー作り、付き合ってくれてありがとう。たけし、元気か？ヒューガさん！後頭部のサッカー部の練習が早めに終わってな。ちょっと時間ができたから来てみたんだ。どうですか？後頭部の練習は？どうってことはないな。俺や若島津、ソリマチには物足りないくらいだ。さすがですね。今年の全国中学生サッカー大会、東邦学園の V2 がかかってるからな。たけしもお前も頑張れよ。はい、必ず V2 達成します。いや、お邪魔するよ。片桐さん、今日はどうしたんです？近くまで来たから視察がてらちょっと寄ってみたんだ。ヒューガ、高校サッカーの中心は間違いなく君だ。黄金世代の伸びは君が彼らの前に立ちはだかれるかどうかにかかっている。頼んだぞ。任せてください。翼のいない日本で俺は誰にも負けるつもりはありません。ああ、期待している。今年の全国中学生サッカー大会は君と沢田、
君たちが中心になるだろう。だが新田や佐野、他にも日本中の選手たちが君たちを超えようと必死に努力しているはずだ。彼らに負けないように頑張れよ。はい、頑張ります。それじゃあみんな、またユースの大会で会おう。